ギャートルズ、ギャートルズは、その山俊治による日本の漫画作品。架空の原始時代に繰り広げられる、原始人たちのオーラかかつ突飛な日常を描いたギャグ漫画である。テレビアニメやテレビドラマにもなり、その独特のユーモアや世界観で大人気を博した。この作品により、定型化した代表的なギャグやネタに、大声が文字の形の石になって飛んでいく。 輪切りの肉、マンモスの群れの突進や、その結果、人間が踏みつぶされてペラペラになる、鉄痕金クリートなどがある。作中では、原始時代にもかかわらずなぜか貨幣経済が浸透しており、巨大な石の貨幣を用いている描写が見られるが、もちろんフィクションであり、このように使われる巨大な石の貨幣は、歴史上を損しない。ヤップ島に、 このような巨大な石の貨幣は実在するものの、人間が持ち運ぶものではなく、所有権だけが映るという性質のものである。単純で印象深いアニメのオープニングや、原作者のその山俊二が作詞し、釜安博士が作曲したエンディングテーマ、奴らの足音のバラードも長く親しまれている。なお、地球の始まりから人類の誕生までをシンプルかつ奥行きある形で描いた。 奴らの足音のバラードは、後に、鎌津自身や小泉京子、菅鹿を、中村歩美、平井健、遠藤正明、デーモン角からによってカバーされ、その都度オリジナルも注目を浴びている。主な登場人物は、ギャートルズ平原、架空の地名に暮らす、黒魔ン人の少年ゴンと、ゴンの父ちゃんをはじめとする彼の家族、そして相棒であるゴリラのドテチンである。 彼らの日々の生活は波乱万丈でエピソードに富み、個性的な隣人や生き物たちが絡んで騒動を繰り広げる。ゴンが登場しない青年史掲載作品においては、性的に際どい内容やブラックジョークも含まれる。読み切りで掲載された最初の作品においては、神様が酔っ払いながら作ったのが人間であり、原始時代に戦争、略奪、 交換が繰り返されているという描写であり、結果、神様が目を離している暇に文明を発達させた、人類は滅びてしまった。朝日放送と東京ムービーの共同制作。1974年10月5日から1975年3月29日まで。TBS 系列で、1975年4月5日から1976年3月27日まで。 ネット系列で放送。全77話。東京ムービー文芸部に所属した山崎隆之によると、東京ムービー社長の藤岡豊と、その山俊二が臨家であり、夫人同士の仲が良かったために、アニメ化が実現したとある。2005年8月26日には、バンダイビジュアルから全話を収録した DVD、ボックスが2016年9月28日には、 ワーナーブラザースホームエンターテイメントから、ブルーレイボックスが発売された。2008年1月7日から、CS のアニマックスで放送。発売元は CBS ソニー、あとのソニーミュージックレベルズソニーミュージックレコーズ。1975年3月31日に、近畿地方で、朝日放送と毎日放送のネットチェンジが行われた。ことから、前述の通り本作は、 第26話、第27話を境にして TBS 系列からネット系列での放送へと移行した。系列変更後にも本作は引き続き土曜19時台に放送されたが、それまでの TBS 系列では、この時間帯に毎日放送制作の仮面ライダーストロンガーが放送されることになったことから。1975年3月15日。 東方チャンピオン祭り内で第2回のビーパーとマンモギャーの巻のブローアップ版が上映された。平映はメカゴジラの逆襲、新八県伝、アルプスの少女、ハイジ、サザエさん、アグネスからの贈り物の5本。東京ムービーの作品群を管理しているトムスエンタテインメントが YouTube に開設されたトムスアニメ55周年公式チャンネルで 2019年5月10日から第3話までが同年5月22日から初期バージョンのオープニング映像とエンディング映像が配信されている。これらの映像にある制作クレジットはいずれも本放送当時のものでなく制作、著作とムスエンターテインメントという表記に差し替えられている。1996年 n h k 衛星、第2テレビジョンの 衛星アニメ劇場枠でリメイク版となるはじめ人間ゴンを放送。1990年代に学習研究者の学習雑誌4年の学習でリメイクされたはめ人間ゴン作画篠田秀夫が原作である。全39回。本放送では1回につき3話放送であったが、後に NHK 教育テレビで再放送された際に10分枠に、 なり、一回につき一話ずつの放送となる。当時としてはまだ普及間もないデジタル彩色が導入されており、セルガカイト混合で放送されていた。2005年4月27日、日本コロンビアから全話を収録した DVD、ボックスが発売された。2015年時点においても、CM に登場するキャラクターの声はこのキャストが起用されている、ゴン、ドテチン。 父ちゃん、母ちゃん。1993年4月18日に n h k 衛星、第2テレビジョンで Back to the Ghatles Days のタイトルで放送。これは漫画ギャートルズの子孫の物語を創作したものです。と、正しがきがつく。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。